さんこんにちは。はい、山本です。本日はプロのトレーナーが教えるマッサージガンの使い方ということをお話していきたいと思います。皆さんはマッサージガンをご存知でしょうか？マッサージガンというのはですね、ででん、こちらになります。マッサージガン。最近ではいろんな YouTuber の方が紹介したり、まあどんどん認知されてきてるなっていうような印象です。しかし、それ本当に効いてるの？そんな使い方はただのマッサージ機だよっていう使い方を目にします。今回はマッサージガンの本当の使い方はどんなものか、そしてプロのトレーナーは実際どのように使うかっていうのを今回はご紹介していきたいと思います。まずですね、マッサージガンの使い方は大きく2つしかありません。1つ目、トリガーポイント等で筋膜や筋肉が固まってるの分かるで取り切れないというピンポイントな使用法。2つ目は筋肉全体疲労をほぐすための使用。この2つになります。では具体的な説明に入っていきますが、まずは押さえておきたい基本のマッサージガンの使い方をご紹介していきたいと思います。はい、マッサージガンはですね、はい、このように筋肉に押し当てるように使う。はい、これだけ。すごいシンプルです。その際のポイントです。を垂直に筋肉に出して当てることです。そして強く押しすぎないことがポイントになります。効かせようとして強く押してしまいがちになってしまうので、これは NG です。筋肉をなぞるだけでいいんです。まあこのマッサージガンの重量は約2キロほどあります。まあまあ重たいです。まあですので、この背中が特徴的な三角形になってね、角度によって持って帰ることを変えるので、手が楽です。ここを持ったり、ここを持ったり。どうでもいいです。ここを持ったり。持ち手三角形になっているので、負荷のコントロールを持つ場所によって変えてコントロールしてあげましょう。それでは先ほどご紹介した活用方法について説明していきたいと思います。まずはピンポイントで使用する場合です。まずは外側、肘の外側が固め取れないなって時ですね。塊には上下左右と、その塊を散らすようなイメージで触ってあげると良いです。それをですね、20秒ほどやってあげるだけで違いが出ます。まあ、やってもらうと分かるんですけど、塊がですね、なくなってきて、あ、なんか動かしやすいなっていう状態になります。はい、このようにオンします。はい。で、こちら。まあ、テニス肘とか痛みあった場合、この塊取れないなと思ったら。はい、この状態。ここに上下左右ゆっくりと散らすような感じで、当ててあげるのがポイントです。その際にですね、ポイント。はい、サラガンが特にそうなんですけども、はい、アタッチメントがたくさんあります。はい、こんな尖ったやつとか、こんなちょっと大きめ。そして平ら。そしてちっちゃなポイントのやつ。スポンジがついてないやつと。はい。こんだけたくさんあります。このポイントをですね、その部位に合わせてピンポイントで当ててあげると、その塊が切りやすくなります。次に筋肉全体の疲労をほぐすための使用方法です。どこに当てるのか当てる順番は大事なのかっていうのは特にないです。ただ大きな筋肉を狙ってあげる方がベターです。まあ大きな筋肉といったらまあアウターの筋肉ですね。まあ大胸筋、三角筋、広背筋、四頭筋、ハムストリング。骨に当たると振動がすごくて不快感が出てきます。なので筋肉全体を上から下、下から上という、こういう風になぞってあげることをお勧めします。大きい筋肉当てるときはこの大きめなアタッチメント使った方がいいです。では四頭筋をちょっとやってみますね。ここからここですよね。ここからゆっくりこういう風に。上から下。下から上っていうね、こういう風になぞってあげます。よーこ。はい。このように大きく20秒ほどやってあげるだけで、はい。この、疲労感がだいぶ変わります。次は使用するタイミングです。頻度で言うと1日2、3回。まあ1回に約3分ほどがおすすめです。トレーニング前、トレーニング後、寝る前など、時間がある際にクイックで使いましょう。よく言われるんですよ。トレーニング前にもいいんですかっていう話なんです。疲労を取るならトレーニング後はいいんじゃないですかっていうところはよく聞かれます。まあもちろんトレーニング後は一番わかりやすいかなと思うんですけども、トリガーポイントほぼ一緒な役割です。なので筋膜のアプローチをするので、練習前にも十分です。ただ汗すぎちゃうと、その筋肉の奥深く入ってしまうので、やる場合は、トレーニング前やる場合は優しめで、あまり大きな筋肉に深く刺激入れないようにすれば、トレーニング前でも OK です。まあなぜ深く入れたらダメなのかって言ったら、トレーニング前に深いストレッチ、大きなストレッチをしてしまうのと同じ要領で、筋肉が伸びすぎてしまって力が入りづらく怪我を誘発、もしくはパフォーマンスが落ちてしまうっていうことがあるので、ストレッチなどをしないようにするといったことをよく言いますので、それと同じ原理になります。自宅で好きな時間にですね、プロのトレーナーのハンドタッチの経験ができるっていうのがこのマッサージガンの魅力です。マッサージガンでも様々なメーカーが商品化しています。もちろん値段はピンキリで、1万円台、1万円切るやつもあります。もしくは6万とかすごい高い、商品もあります。その中で私はセラボディのこのセラガンをおすすめいたします。
実際に私のジムやオンラインストアでも販売してますので、興味ある方はぜひご確認お願いします。それではなぜセラガンをおすすめするのか。セラガンは2009年にプロトタイプが誕生して、まあトレーナー、理学療法士、アスリートの様々なニーズに合わせてどん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 進化してきました。特に最新のアップグレードは非常に高く、多くのトップアスリートが支持します。まあチームにはロサンゼルス・ドジャース、サッカーのチームには、アーセナルなど、そしてトップアスリートはクリスチャーノ・ロナウド、まあ、NBA 選手のジェームス・ハーデン選手などが、まあ、アスリート契約としてこのセラボディ、セラガンを使用しております。なんといっても振動幅は 16mm、 業界最大級、まあ、振動の幅、この値がより深部に入る値になってます。まあ、業界平均値が 14mm で、あとこの駆動音がすごい少ないです。今まではパワーが強くて音がうるさかったのが気になっていたんですが、今回のアップグレードでよりパワーアップして、なおかつ音が静かになったということで、私はこのセラガンをおすすめしております。はい、最後にかれこれ1年以上マッサージガンを使ってみた感想をシェアさせてください。はい、プロのトレーナーとして選手のマッサージをしたりしてコンディションを整えたりしていました。その中でマッサージガンを使うなんてと、まあぶっちゃけプライドがあったりして、なかなか使う気になれませんでした。しかしながらワールドカップに帯同してアメリカのトレーナーに一度使ってみなよと紹介してもらって使ってみたら非常に良かったんですよね。何がそんなにいいのかと言いました。まあ疲労回復、いや固まった筋肉を少しほぐしたい時にですね、このマッサージガンをちょっと私先にやっといてマッサージしてもらうだけで、その後の作業はすごいスムーズになります。これトレーナーとして、まあ忙しい日々の中、短い時間の中でマッサージしなきゃいけない時にすごい非常に助かる、時間効率につながる非常に良い武器になりました。もちろん最終的に体を触って確認することになるんですけども、その前の作業に対してはすごい時間の幅が短縮できるので大助かりです。なので使うだけのメリットは十分にあります。まあ実際に我々のようなトレーナーだけじゃなく一般の方にもですね、筋肉に沿わすだけで、疲労回復できるっていうのですごい楽に使えるので、トレーナー以外の方でもこれはすごいおすすめで、世界中で今愛されているっていうのが、使うとすぐ実感できます。ほんと短時間で効果が出るので、いちいちマッサージしに行ったりトレーナーのとこ行ったりっていう、その移動の時間が割けます。あと好きなタイミングでこういうのが受けれるっていうのは、選手にとって忙しい方にとって非常にメリットのあるものなので、ぜひ一度試してみてください。この動画ためになったなと思ったらぜひ高評価お願いします。もしくは質問等ありましたらコメント欄にコメントをお願いいたします。では次回の動画をお楽しみ。チャオ。